ハオチンセです。今日もよろしくお願いいたします。今日は基礎の步行馬步したまま、そして冲拳调掌勾手三つの手 の、 あの基礎的な手の拳法、そして掌法、そして一つの勾手やっていきたいと思います。つまり、止まったまま太もも、そして、体の体幹も期待しながら手のその基礎的な動きやっていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それではまず1回見本させていただきますので見てください。はい、この感じになります。今見た通り足はそのまま、そして手のこの3つの形を繰り返して組み合わせしていきますので、さっきは3セットやりました。皆さん一緒にやるときはこのスピードじゃなくてゆっくりやって5セットやっていきたいと思います。まず一緒にやってみましょう。まず立ち姿勢リングしてください。はい、じゃあ次両手グーにして腰の横を構えてください。はい、それではマーブ作ってください。つま先正面向くように頑張ってください。膝も中に入れないように気をつけてください。はい、じゃあ次まず冲拳、両手前に冲拳にして、高さは肩くらい、そして调整ね、掌袖调整出してください。はい、じゃあ次両手頭の真上引き上げて、そして手ゆっくり下ろして、はい、じゃあ次勾手完成。勾手は肩ぐらいの高さにしていただきます。はい、もう一回足動かないけれども手は腰のところ戻ります。それで繰り返していただきます。先ゆっくり説明させていただいて、今から連続5セットやりたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。結構足に効きますよ。そしてあのこの手やるときは必ず前傾しないように気をつけてください。でやっぱりまっすぐによって姿勢もね、あの背中のその背筋とかも練習になりますので、姿勢は大事です。まっすぐしてください。お願いします。はい、それではまず皆さん見るだけじゃなく立ててくださいね。はい、立ち姿勢、はい、構え、そしてマブ、ここからいきます。冲拳调整、はい、勾手、はい、戻ります。1セット終わりました。じゃあ2セットいきますよ。1、2、3、4、3セットいきます。1、2、3、4、4セットいきます。1、2、3、4、最後頑張りましょう。1、2、3、4、はい、やってみてどうですか。すごい私さえ足そして背中感覚出てきますので、皆さん、もうそうじゃないですか。何も感じなかったら、もしかしたらみんな足のその筋力の強さモデルが、それとも姿勢
間違えてるかどっちになりますので、もし全然どこもしんどくない、普段もそんなにやってない、もしかしたら前傾してるかもしれないので、もう一回鏡見てチェックしてください。はい、今日も本当に、地味な練習ですけれども、一緒にやっていただいてありがとうございます。今日ここまで終わります。それではまた明日、バイバイ。